皆さんこんにちは。今日の流れですが、2種類ランキング発表を行いたいと思います。そう、皆さん、私がなぜ怒っているか、怒っているわけではありません。よく怒りがちになってしまうこのプレーです。そう、お題はこちら、ファウルしちゃったランキングです。今回は2つ、1試合あたりの個人のパーソナルファール数、今季テクニカルファールが多かった人、この2本立てで行っていきたいと思います。先にお伝えしましたが、ファールは全てが悪いものではありません。意図してファールで止めるもの、空気の入れ替えなどなど、戦略は様々です。中でも今回はインサイドではない日本人選手のファールに結構選手個人の意図など測れますので、そちらのランキングを行っていきたいと思います。実は悪質なファールって実際のところ全ファールの数パーセントくらいしかないのかなと思います。選手も皆さんそれだけ本気ということですね。ということで、ファールで止めちゃったでしょう日本人編、いきます。いざティップオフ。まずは B2 ランキングです。第1位、 FE 名古屋、背番号11番、杉本圭、 2.8 同率です。青森ワッツ、背番号18番、菅俊夫、同じく数字は 2.8。 第3位、ライジングゼハー福岡、背番号41番、加納聖也、2.7。 以上が B2 のランキングです。 2.8、 1試合あたりのファール数が 2.8 が2人の 2.7、 まあ、かなり僅差でございました。続いて B1 です。第1位、島根スサノオマジック、背番号6番、北川博夢、 2.8、 同じですね。第2位、アルバルク東京、背番号13番、菊池翔平、 2.7。 第3位、名古屋ダイヤモンドドリフィンズ、背番号8番、張本天傑、 2.6。 共にトップは 2.8 ファールと思ったより多くないなという印象でした。だがしかし、アルバルク東京菊池選手、彼は平均出場17分ほど、フルで出たら毎試合退場する説がありますね。彼の場合は交代の間際やディフェンススイッチの際にわざと外人選手がシュートを打つ前に手を絡ませるテクニックを持ってます。そのためほとんどがフリースローに直結させないファールなんですよね。非常に考えていらっしゃると思います。ということで、続きまして今シーズン最もテクニカルファールを取られた選手の紹介です。早速いきます。栄えある第1位、レバンガ北海道、マーキース・カミング選手、9テクニカルファール。第2位、秋田ノーザンハッピネス、ウィリアムス・ニカ、7テクニカルファール。3位、これは前回の動画、前回というか私の最初の動画に負けて、あの2つが響いちゃいましたかね。大阪エベッサ、ジョシュ・ハレルソン、6テクニカルファール。第4位、京都ハンナリーズ、デイビッド・サイモン、5テクニカルファール。そして5位は同率同数で3人おります。まず1人目、宇都宮ブレックス、鍋4つです。京都ハンナリーズ、ジュリアン・マブンガ、新潟アルビレックス BB、 ラモント・ハミルトン、ともに4つでございました。以上7選手の発表でした。気になるのは京都の外国人選手2人がランクインしていることですよね。今回惜しくもプレーオフを逃した京都は怪我だけでなく、まあ、こういったところが試合に影響してしまったのかなというところもあります。しかし松井KJ のようにスリーポイント確率はリーグトップだったり、まあ、なんともまあ京都は個性と癖が強いんじゃって、まあ、そんな感じがしますね。まあ、それも良さだと思います。鍋はよく審判に怒ってる印象ありますよね。ちなみにそういう選手ってかなりの確率でクラッチシューターだったりします。一長一短だと皆さん捉えましょう。ん？待て待て、テクニカルと言ったらやはりこの人忘れちゃダメですよね。皆さんならもうわかると思います。それでは第0位の発表です。栄えある審判泣かせのテクニカルファールマンは、第0位、アルバルク東京ヘッドコーチルカ・パブチェビッチ、おそらく11個。アルバルク東京がベンチテクニカルファールがおそらく14個くらいのうち、まあ、2個が菊池翔平さんかなと、で他11個ぐらいがルカだと私は認識しております。まあ、やはりこの人がトップですね。もはやルカの煽りを止める東京スタッフや、怒られてからしょんぼりするルカの表情まで、それを見る選手たち、まあ、お前またかよ
的なノリは、まあ、東京の名物となっております。手を叩くシーンがないと黄身のない卵くらいに超絶怒涛に物足りなさを感じるのは私だけでしょうか。またベンチテクニカルでは菊池選手もトップクラスだと思います。もう東京の次期ヘッドコーチは菊池選手でしょう。ということで今回はファール編をお送りいたしました。怪我につながることや暴言などはぜひともやめていただきたいと思いますので、選手もまたブースターもその辺は一緒に気をつけていきましょう。来年の移籍情報が非常に気になるところですが、野球のように FA 選手など不透明なバスケ業界です。予想が相当難しいです。ですが今回のキーワード、私はこちらを予想しております。帰化選手、日本人ビッグマン、この2つです。チームがどう変わるのか非常に来季が楽しみです。また違った観点からランキング等を行えればと思いますので、応援していただける方はぜひともチャンネル登録と高評価とツイッターフォローとシェアのどれか一つでもよろしくお願いいたします。それでは終わり。